So, a lot of people thought this was crazy. They, they thought it was a good idea, but they said that college students would never want to do this. And everywhere I went, people said this will never work because college students, outstanding college students who have all these other job offers, they won't want to do this. I was just certain that they would. And so, the big plan became to show everyone that, that, that they would and at the time there was not email so we were distributing we had you know friends of friends of friends pretty soon we had on 100 college campuses across the united states college students putting flyers under doors and within 4 months 2500 people had applied to this program i didn't know where they would teach where the money to pay for all this would come from who would train them but somehow it all came together um, just by following sort of logical plans. Um, and it, it, we learned the hard way that it, it was going to be very complicated to really fulfill the potential of this. But that is, that is how we got off the ground. 優秀な学生がこんな途方もない考えに食らいついてくるはずがないではないかとみんなに言われて馬鹿にされたんですけれども特に優秀な学生は本当に仕事の就活の,あ,のあちこちの企業にいつでも就職できる機会を持っているのにこんな教育の現場に身を投じるはずがないんではないかと言われたんですけれどもそれならば絶対にこれは私はあのみんなに自分の考えを正しいことを見せて証明しなきゃいけないと思って当時は E メールもなかったんですけれども自分で であの吸った印刷物をあの友達にばらまきその友達からさらに友達にまいてもらってアメリカ中の100ほどの大学のキャンパスでこのビラを配り歩きましたそしてあっという間に2500人もの応募者を募ることができましてそれから果たしてどうやってお金を集めたらいいんだろうどうやって研修を始めるんだろうという非常に難しい問題をたくさん少しずつ解決しながら今日今日に至りました。 This lesson about the power of inexperience is, is the biggest thing I want to leave you all with because all over the world, I think young people have this idea that they're going to go to graduate school and go into business, and then later in life, they'll try to make a difference. And what I've seen is that we need you now before you know what is impossible. And when I see the power of teachers who set crazy goals for their students, or, or people who've taught for two years who then go off and say, I'm going to start a whole school, or people who then become man leaders of whole school systems or political leaders who say, We're going to do what most people think is impossible, so much of this is the power of youth and idealism. Um, and and this is why I think we need you to to decide to channel your energy in this direction now. この未経験の大切さ未経験が持つゆえの未熟さの持つゆえのこの力というものを皆さんによくよく考えていただきたいと思います。と言いますのもあの多くの人はこれから大学院に行っていい企業に勤めてそれからいずれ力をつけて社会に何らかの変化をもたらせたらいいと考えていらっしゃるかもしれませんけれども不可能というものを知ってしまう前に何もわからない今の段階でその若い力の全力を尽くして当たってくださることによることで 生徒たちに無茶な課題を与えてこれをやってみましょうということも言えますし、また学校を立ち上げてやろうとか政策をこんなふうに覆してしまおうという政治家も生まれてくるのはその若い未経験ゆえの力強さではないかと思っております。うん、鳥肌が立つね、もう行けと、何も考えずにやってみろと。 これはすごくあの今、僕たちに必要なことのような気がしますが、一方で,です、ね、この岩瀬大輔君はです、ねこの、こういう顔してるけど、結構考えてるんですよね、<laughs> 考えていながら、その日本でだって生命保険会社を作って上場させたんだよ、生命保険会社って明治生命とか日本生命がやるものだと、みんな思っていたでしょ。 こんなお兄ちゃんに何ができるのかとこれはどういうことでこうなったんですかね何 <laughs> かあんまり文脈に載ってないですね考える前に飛べって言われたの <laughs> ウェンディー文句あるかあの、まあ、先生米倉先生も10年以上付き合いなのであの、まあ、先生の振りは無視してですねお伝えしたいことをお話しすると あのやっぱりあの今日皆さんに感じて学び取って帰っていただきたいことっていくつかあるんですけどもちろんこの「teach for Japan」というそのプロジェクトに対してみんなで応援しようっていうのは第一なんですがやっぱりその本当に作ろうと思えば僕ら何でも作れるんだよっていうことを伝えたいんですね。要するにウェンディも何も何経験になって 飛び込んで、ただこういうものがあったらいいなと思って作ったわけですよね。で、松田さんも1年半ぐらい前にお話聞いて、もう是お会いしたいと思ってお会いしたんですけど、本当にその行動力と情熱だけでこういうもの,の形になっていくんですよね。だから、あのみんながみんなティーチ法ジャパンに関わる必要はなくて。ただ、それぞれの分野でやりたいことがあったらなきゃ。作っちゃえばいいし、作れるんだよ。っていうことを。まあ、ここの二人は実践しているわけであって。まあ、僕もその企業という形で。 形にしてるんですけどそういうことをぜひ、えー、なんですかねあの今日は感じ取ってそれで明日からの行動に結びついてつけてもらえればなって思います <laughs> 何でしたっけか先生偉そうじゃない、ね、<laughs> 分かでもそれは分かったとそうじゃなくてだって岩瀬くんはあのどなんていう大学忘れちゃった東京大学だっけかな <laughs> そんな大学で在学生中に司法試験も通ったんだよねで 司法試験も通ってその後リップルッドの前はどこにいたの ?BCG ですよあの、コンサルティングファーム、予防注射じゃないで、<laughs> BCG、あれな,なんだ結核の予防注射じゃないところの BCG コンサルティングファームやってそれからリップルッドっていう、ね、ハゲタカの手先でシーガイアを買収してそれからハーバードビジネススクールに行って。 えー、ベイカースカラーですよ、トップ5%ですよ、そこに取ってで、いきなり保険会社、副社長、これはなんでその、たくさんいろんなチョイスがある中で、なんで自分で保険会社をやろうと、まあ、あの保険というのはたまたま出会いがあったから、それあのやることになったんですけど、やっぱり。 アメリカ行ってですね新しいベンチャーが社会を変えられるんだなっていうのを目の当たりにしたこととアメリカの一番優秀な学生はみんな自分で何か作って変えようとするんですよねでその一流企業に就職するっていうのはむしろあのそこまでガッツがない学生のやることだっていうふうにみなされて。 一番行けてるのは自分で作ることだっていうのをなんかその DNA みたいに叩き込まれたので、僕もいつかやりたいなと思ってたときに、まあチャンスが巡ってきたということです。ねでどうなんですか今伸びてるんですか？おかげさまであの。加盟者は今どれぐらいになったんですか？<laughs> 今ですね10万件年末に超えて、そうですね、まあ順調に伸びてるので、保険まだ入ってない皆さんぜひ10万件。社会人になったらライフネット生命で。うん、これはですね。 まだ僕も日本生命のままですけどいつかは買える言 <laughs>、えー、うんですかずっと言ってますよね、それでそうそうごめん、<laughs> そうじゃない、相談したわけ、お姉さんに。お姉さんに相談したら、いやこの年はなったら変えない方がいいんじゃないですかって言われて、そうかなと思いました、えー。さてですね、このもう実行あるのみの中でですね、今日はなんか桜からできましたっていう、えー、田村先生。 田村先生は言ってください、よくわかんないんですけど、<laughs> 教育とアントレプロシップと政治だとあの私はあの国会議員一昨年まで2期やってまして、えー、その時は経済財政、金融周りの仕事をしてまして、えー、ちょうど安倍政権の時にあに経済財政、金融担当の政務官をやってまして。 その時にまあさっき言われた70年ぶりに生命保険会社を作るというちょっとおかしな人たちが金融庁に申請してこられましてでまあこれは面白いかもしれないなと思ってで応援してたらここまで来てですねまあ今や私もなけなしの財産をちょっとあの投資してましてですねまあインサイダーじゃないよね <laughs> で本当に頑張ってほしいなと思ってますでますああ。 教育に関して言うと、まあ、確かに、えー、今日 Teach4Japan の話を聞いてですね、えー、なるほど、まあ、こういうその初等教育の問題もあるんですけど、まあ、米倉先生がやられてます、まあ、高等教育、まあ、人を教えてその、まあ、人が育つっていう話を流れを作っていくのが Teach4Japan だっていうのを今日分かってすごい面白いなと思ったのと同時に まあ人の心配している場合じゃないですよっていうのも,もう大学生の皆さんに言いたいことなんですよねつまりもうこれからグローバル化やテクノロジーの進化で本当にこう今政治家じゃないですから言えることっていうのはまああの大変な時代がやってきますからあの社会保障なくなっちゃいますからねあのいずれですから死ぬまで自分で稼がなきゃいけないっていう時代が来るわけですそして 時代はテクノロジーとともに変わっていって皆さんと同じ仕事ができる人っていうのが世界中にいっぱい出てくるわけですねもうすでに始まってますまああの岩、ー、瀬さんがいた BCG の今東京代表の三立さんという方とこの前お会いしたいんですけど北京からですね東京代表なんですけど東京オフィスに北京から3人直接取ったっていうんですよそしたらマングース効果でよかったっていうんですね何かって言ったら2か月で 中国語しかしゃべれなかった北京大学の学生が日本語はベラベラになったと。と東京オフィスにいた東京採用の人たちが焦ってですね、彼らは仕事もできる。中国語はもちろんできるし、英語もできる。ところが2ヶ月でベラベラの日本語をしゃべるようになったと。こういう連中がもう世界でうじょうじょいるわけです。楽天もそうです。まあ、ユニクロもそうですけど、そう,そういう新興企業だけじゃなくて、 パナソニックなんか新卒の83%をもう外国人にしているわけですね。皆さんの代わりになる人間はもう世界中にどこでもいるという時代になってきました。でもう一つ、これからどういう時代になるかという話をさせていただくと世界で一番初めて迎える超高齢化というのを日本が迎えるわけですね。さっき言いました、国家破たんとかというのはまあこれ話が長くなっちゃいますけどいろんなことがあるわけです。まあ、一瞬だだと思いますよただ 長く続くのは超高齢化でどういう時代が来るかといいますと今日本っていうのは1年間に100万人ずつ人口減ってるんですね。で皆さんが現役世代である40年以内に日本の人口は一番ポジティブな予想でもう4000万人減ってで人口が少なくなるだけじゃなくて高齢化率が4割を超えるわけです。何が起こるかとというと現役世代と まあ我々国民の人はみんな高齢者になっちゃいますけど高齢者の比率がほぼマンツーマンになるわけですねこれもっと具体的に言うと何が起こるかっていうと皆さんが家族を持った時子育てをしながら子育てするためにお金かかりますから稼いで仕事をするわけですね仕事をして稼ぐと同時に介護もするとマンツーマンですからねプロでその介護をやる人の余裕がもうないわけですよ もうこれ鳥取県とか島根県、私の地元では始まってますけど、これ、どういうことになるかというと、親の介護をしながら子育てをして、今度は仕事もする、もうパニックになりますよ、PTSD みたいな人もいっぱい出てきます。こういう時代をどう切り抜けるかということを、皆さんと一緒にやっていかなきゃいけない、さっき言ったグローバル化、でテクノロジーの話でいうと、こあすみません、ちょっと長くて、あっと、真田さんにね。<laughs> あのアドバイスでちょっと言いたかったのは、とっても熱くていいんですね、政治家に向いてますよ、ただ,ただやっぱりね、あの柔らかい話もちょっと欲しかった、ジョークも最初につかみで入れておけばあの、敵も作らないだろうと思いますんでね、プレゼンテーションもこれから柔らかくなっていっていただきたいなというふうに思います、まあ、ちょっと後でまた回ってきたら話そうと思いますけど、大変な時代が来る、しかしチャンスはあると。 いう話で、後で後半でチャンスの話をします。<了解> <laughs> ええ、あのー、もう回ってこないんですけども。<laughs> ありがとうございました。<laughs> そんなことないです。